ここからは毎週水曜日の暮らしと健康企画、岩手元気丸です。今週のテーマは血糖値スパイクです。津田さんは知ってますか？血糖値スパイクね、知りませんでした、はい、ではまず血糖値からですね。血糖値とは血液を流れるブドウ糖の濃度のことを言います、はい、ブドウ糖は私たちが生きていく上で必要なエネルギー源の一つですが、血糖値が高くなりすぎると血管が傷ついてしまうんです、うん、では血糖値スパイクとはどのような状態のことを言うのか、専門の医師に詳しく聞きました。血糖値スパイクとは食後の短時間のみ血糖値が上がる現象のことです。血糖値のグラフの形がまるでスパイクのように上がるので血糖値スパイクというふうに言われています。こちらは1日の血糖値の変動を表したグラフです。青い線で表した健康な人の血糖値のグラフはそれほど大きな起伏が見られませんが、血糖値スパイクの赤い線は朝食、昼食、夕食の後にグラフが急上昇し、まるでスパイク、針のように止まっているのが分かります。血管が傷ついてしまっていろいろな内臓を痛めてしまうんですけれども、網膜症といって、目の奥の細かい網膜という血管が多いところがあるんですけれども、そこが傷ついたり、それから動脈硬化というんですけれども、心臓の病気ですとか脳梗塞の危険を高めたり、それから上下に高くなったり低くなったり激しい変動を繰り返すことで将来的な認知症の危険を高めたりします。またがんにも多少関係がありまして、とりわけ膵臓がんですとか肝臓がん、大腸がんと関連があるというふうにいうことが分かってきています。膵臓っていうみぞおちの背中側の方にあるんですけれども、そちらでインスリンというホルモンを出して血糖値を調節しています。このインスリンの働きが落ちて悪くなってしまったりですとか、分泌が遅くなるようなタイプの方が見られるんですけれども、そういった方が血糖値スパイクを起こしやすくなります。また糖尿病予備群の人や初期の糖尿病の人にも多く見られるということです。家族歴がある方、遺伝の影響が大きいですので、どうしても努力してても膵臓の働きが弱ってしまう方が多いです。食べ過ぎてないにもかかわらず食後の血糖が上がるっていうことが見られます。食後の血糖値の乱高下が血管にダメージを与える血糖値スパイク、だるさや眠気を感じることもあるといいますが、ほとんどの場合無症状です。また空腹時の血糖値を調べる通常の健康診断ではなかなか見つけられないのも厄介なところ。血糖値スパイクに気づくためにはどうしたらよいのでしょうか？食後のタイミングで1時間後ですとか2時間後っていうタイミングで血糖値を測る機会があれば気づくきっかけになったりします。また医療機関でやる検査ですけれども、24時間の朝から夜まで1日を通じた血糖値を測るような調べる機会がありますので、そういったものが気づくきっかけになります。また糖尿病の診断のために行う 75g ブドウ糖負荷試験は、ブドウ糖の摂取後2時間まで30分ごとに血糖値を測定するため、食後の血糖値を正確に知ることができます。お食事で気をつけていただくことっていうのは、食物繊維を多く摂るっていうのが鍵になります。野菜から先に食べて、その次におかず、タンパク、肉やお魚などのタンパク質を次に摂って、最後に主食のご飯、パンなどを摂るっていう順番がおすすめです。野菜、食物繊維から先に摂ることで血糖値の上がり方が急じゃなくて穏やかになることが期待できます。このほか、パスタとパン、ラーメンとチャーハンなど炭水化物ばかり食べないこと、甘いお菓子や清涼飲料水などを控えること、よく噛んでゆっくり食べること、腹八分目を心がけること、
食後には軽いウォーキングなど運動をすることも大切です。食事を一食抜いてしまったり、また二食抜いて夜だけっていうふうになってしまうと、たとえ同じような似たような食事であっても吸収が多くなって、ぐんと食後の血糖が上がるということが見られるので、大事なのは3食朝昼晩バランスよく、それ1食あたりは腹8分で取るというのが大切になります。はい、VTR でも紹介しましたが、血糖値スパイクを防ぐにはバランスの良い規則正しい食事が大切なんです。食事の取り方の順番ですが、最初に食物繊維、次にタンパク質、そして炭水化物、このように工夫することで食後の血糖値の上昇を抑えることができます。また野菜だけで食物繊維なかなか取りきれないので、はい、主食の中に例えば玄米であったり麦であったり雑穀などを加えるのもおすすめだということです。はい、いろいろ気をつけてみたいと思います。はい、気をつけましょう。以上、岩手元気丸でした。